と、ニューニューノーマル。ギャラリーモモですね。の六本木の方で、展示されていた。もう終わっちゃったんですけど、ニューニューノーマルっていう展示ですね。で、これ、半田さんって半田何屋さん？よいしょ。彼がキュレーションしてるらしいんですけど、書いてあるかな？アルファベットが書いてないか。ごめんなさい。半田、これは何屋さんというものか、すいません。ちょっとわかんないですけど、この半田さんが展示、企画されて、3人の、展示、3人の、作家ですね、の展示、を、あれ？がされてました。はい。で、なんか今いきなり黄色くなったけど大丈夫だったかな。はい。で、ですね、こちらの展示なんですけども、見ていきましょう。ほい。これいっぱい、なんかすごいいっぱい人いましたね。僕、いつ行ったんだっけ？まあでも、あれか。土日に行ったからかな。はい。見ていきましょうね。これが半田さんの展示で、チャイナ、コリア、ジャパンって、こう、なんかなんかね、すごいテキストはいっぱい書いてあるんだけど、まあまあまあ、なんかかっこいい、かっこいいですよね、これね。まあ、iPhone っていうか、アプリケーションの、なんか画面ですよね、があると。ということですね。で、まあ、日本人っていうかな、そういうことになんかすごい、こう、まあ、こだわって、ているとか大事にしてるっていうか、そういう感じの作家ですかね。これはなんかホワイトなんとか、これは何だろうな、何て書いてあるんだろうな、ちょっとホワイトメール、ホワイトメールですね。白人男性のコスプレセットというふうに書いてありますね。だからまあ、なんていうかな、日本と、まあ、日本人と白人との、関係を通ってるって感じなのかな。まあでもちょっとベタすぎるんじゃないかなって感じはしますね。正直ね。ストレートであることは別にいいと思う。ストレートな表現をするのは別にいいと思いますけど、ちょっとベタかなっていう感じはしますね。まあ、僕がよく言うのは、田中康夫ね、田中康夫さんなんかいろいろ、なんか最近はなんか問題あるみたいですけど、ちょっとごめんなさい、その辺追ってないんですけど、でも田中康夫さんが言ってた、日本人はバナナだっつってね、肌は黄色いけど、中身を見たら白くて、中身だけし、あの肌は黄色くて、中身白人のつもりでいるっていうね、それうまい表現だなと、まあさすが小説家って思ったっていうことがありますけどね。まあまあそんな感じかな。はい。まあこれは神棚ですか？神棚に、まあインスタントのこワインと、みたいな。まあだからなんか西欧の文化と日本の文化は、まあ、まあでもなあ、もうかなりグローバリズムみたいなのがここまでは進んできたところで、こういう作品をまあいいんだけど、セスネパ、なんとかって書いてあるな、これ。セスネパ・ブラン。だから、まあ、これ日本の国旗みたいなのがあって、これはだから、エンパイアではない、ブランクではないとか、まあ、ごめんなさい、これね、ちょっと全部は読めないな。これは何だろうな、ヨーロッパかな、これは。とかっていうふうに、私は何々でないっていうやつを、フランス語で書いてますね。まあでも、セスネパっていう、いうふうに、なんかこう、文字で書くと、あ、でもこれはどうなのかな？テキスト読めば書いてあるかな？こういうふうに、
この言葉ですぐに思い出されるのはやっぱり絵画で言うとセシネパイのピープ。これはパイプではないですよね。マグリット、ルネ・マグリットのセシネパイのピープっていう、パイプの絵が、まあ、本当にこう吸うね、タバコのね、パイプの絵が描いてあって、それで「これはパイプではない」って書いてあるっていう、まあ、すごい有名な作品がありますよね。まあ、いっぱい作ってるけどね、彼。それを思い出すけど、まあまあ、日本のフラッグとこう関係させてるんだろうけどね。ちょっと表層的だなーって感じがしちゃうな。これは名字名前さんなんですけど、だと思うんだけどな、違うのかな。ですよね。だと思うんだけど、まあちょっとこれは後から行きます。あ、で、これちょっと彼女の作品は後から行くね。で、これも、これか。これが、My Body, My Fear って書いてあるけど、その妊娠っていうことかな？について、すごいテーマにされているのが、山本レイラさん。彼は、あ、ごめんなさい。彼女は、海外にいたのかな？ずっと海外にいたんじゃないかと思うんだけど、イギリスだったかどっか。で、これね、ごめんね、これ、テキストがあるんだけど、これちょっとあんまりテキストがね、あんまり面白くないんだよな。で、これ、まあ、これだからな、純粋に作品で見た方が面白いだろうな。だから僕もテキスト読んじゃったんだよな。まあ、妊娠っていうことについて考えてるってことですよね、これ。これは、なんていうかな、僕が立ち入れないところはあるけれども、深くね。でも、妊娠に対する、だから、その自分の周りの人が妊娠していくと。で、自分が子供を産んだことがないっていう状況で妊娠について考えるっていうことの、へのアプローチっていうことで言えば、へのアプローチとして多分、作品化してる方なんですね、多分。で、それをこういう、まあ、人形とか、みたいなものとか、絵画と、テキストで、まあ表現してると。Oh, the bourgeoisie is in this wipe a mere instrument of production. ああ、なるほどな。まあだから産む機会発言って、まあでもこれ言わない方、ごめんなさい、言わない方がよかったけど、まあ、もうすごい問題になった発言ありましたよね。そういうことについてやっぱり考えてるんだろうな。これ一番いいですよね。This is what the girl couldn't speak and the man couldn't see。 喋れないし見れない。だが、あ、でもこれちょっと不思議なテキストだな。こういうわけで女の子は喋れない。くて、男は見れないって書いてあるとね。だから、ちょっと僕が面白いと思った、その speak see っていうのは、まあ対比されてますよね。なんだけど、The girl と The man って書いてあるのね。だから、The girl と The boy じゃないっていうところがちょっと何かを含んでそうですね。っていう作品でしょうね、多分ね。で、これは、だからな、卵状態なのかな。まあ、なんかなかなか面白そうですね。はい。で、
まあ、ちょっと紹介したかったのが、名字名前さんね。で、この名字名前さんは、まあ、芸大出身、あ、違う、ごめんなさい。まあ、多分まだ芸大に所属中、芸大にいるのかな。で、自分の体をかたどったりとかした、自分の体をそのままかたどったものを洋服にして、ネットで販売するっていう作品作ってた人ですね。これはまあ結構面白い。身体性の問題と、フェミニズムの問題と、まあ、ジェンダーの問題と、それからインターネットの問題っていうものをこうポーンとこう合わせて、作ってるっていう作家で、まあ、すごく面白いと思いますね。で、ただ、その僕、僕ね、実はね、もしかしたらこの人一発屋かもなと思ったのよ。卒展のかなんかの時に見てね。まあまあ、そういうことって多いんですよね。やっぱ学生時代ってね。で、どうかなと思って、次どういう風に作るかなと思ってたんですね。そしたらすごい面白い展開をしてたので、ぜひ紹介したかったんだけど、実はですね、ごめんなさい。まあ、先にこれ行きましょうね。これまあ見たら、まあ見る人、これは、草上の昼食ですよね。で、マネですよね。で、これがですね、世界の起源か。The Origin of the World みたいなタイトルね。クールベ。で、こっちに見えてるのもうわかりません。マティスのダンス。で、これ本当はですね、全部裸なんですよね。女性たちが。これに服を着せるっていう作品で、で、これをグッズにして、モマとか書いてある。これもモマ肖像だからね。で、これをグッズにして売るっていう。T シャツとか、あとはアーボリーズっていう、作品なんだけど、これを、T シャツ、ここにちょっとだけ、でも、もっとグッズ取ればよかったな、俺。グッズなぜか取ってないな。で、T シャツと、マグカップとなんかあるんだけど、で、私ね、マグカップ買いました。ね。はい。マグカップ買いましたよ。これです。今、私が使ってるね、マグカップですね。これ見えんのかな？見えるかどうかわかんないけど、まあ、これね。はい。ね。これはね、やっぱ面白いと、すごくいい展開をしたなというふうに思いました。あとね、ごめんなさい、トートバッグですね。これ、トートバッグがあるわ。これ今でも買えるんじゃないかと思うんだよね、ネットで。こういう展開を、こういう展開になったっていうのはすごくいい展開だなと思いましたね。面白かったです。はい。なので、いいな、いい展開だと思って 紹介したって感じですね。またね、作品見るの楽しみにしております。はい。まあ、こんなところでしょうかね。よいしょ。ということで、ニューノーマル。ギャラリーモモでの展示でした。はい。さあ、今日はなんかね、比較的あっさり喋れてるような気がしますよ、私。ね。なんかね、あんまりね、喋りすぎてもしょうがないからね。